それとも喧嘩かい？時は天明7年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。日の本から遥か遠く離れた島で船工房を営むダーリーであったが、とある夜何者かの手によって建造中の船が無残にも破壊されてしまう。事件の夜、仮面をかぶった奇妙な大男が彼女の工房にいたという話、そして外国行きの船に見慣れぬ大男がいたことを聞いたダーリーは、その男にけじめをつけさせるため大海原へと旅立つのである。外流島羊の国。お前さんが相手かい？泣きを見ても知らねえぜ。ダーリーダガーバーサス覇王丸、いざ尋常に一本目勝負。やっほー、やっほー、行くぜ、飛べ、行くぜ、飛べ、旋風に、やっほー、行く、飛べ、やっほー、行くぜ、飛べ。勝者ダーリーダガー。そのまま寝てな。二本目勝負。やっほー、相手見て喧嘩売れってんだ。ガレオン戦場。正義が俺を呼んでいる。さあ行くぜパピー。ダーリーダガーバーサスガルフォード、いざ尋常に一本目勝負。うっ、うれ、行くぜ、飛べ、行くぜ、飛べ、ゴーパピー。ぶねえな、キャッチエンドシリーズ。はっ、だがそのまま寝てな。
2本目勝負。それこう見えても強いんでね。てめえ、犬をそんな乱暴に扱うなよ。味方ヶ原。待ってたぜ。さ、抜きな。てめえの浮世はここでしまいだよ。ダーリーダガーバーサスバイケン、いざ尋常に一本目勝負。やっほーやっほーやっほー。勝者ダーリーダガー。よっしゃ飲むか。弱い者いじめは趣味じゃねえんだけどな。味方ヶ原。さっさと抜け、貴様を殺す。ダーリーダガーバーサス騎馬神源十郎、いざ尋常に一本目勝負。でやや、うわっ、こっちだ。それ魔王がメダルだ。消えろ、ぶねえな。やっほー。上だ、決まりだ。こっちだ、どれ、行くとめ。俺、でやや、
りだが、そのまま寝てな。二本目勝負。私、こう見えても強いんでね。弱い者いじめは趣味じゃねえんだけどな。洛中三門前。俺の姿を見たからにはどこまで飛ぼうと逃がさない。ダーリーダガーバーサスクラマヤシャマル、いざ尋常に一本目勝負。二本目勝負。こう見えても強いんでね。義賊ってのが何か知らねえけどよ、あんたただイラついてるだけじゃねえのか。日光お前は何のために戦う？民のためか？自らの力を試すためか？名誉のためか？武器を取れ！その剣で語ってみせよ！ダーリー・ダガー、バーサス、ウォーデン、いざ尋常に一本目、勝負！そのまま寝てな。
2本目勝負。行くぜ行くぜ。やっほー。やっほー。おじゃだが、あたしこう見えても強いんでね。相手見て喧嘩売れってんだ。最初はわずかな影響でしかなかった。これが明らかに不自然と認識できた頃、その暗い怨念は最悪となり、日の本全土を急速に飲み込んでいった。カムイコタン。カムイの戦士の名にかけて、この先には行かせません。ダーリー・ダガー VS ナコルル、いざ尋常に一本目勝負。やっほい、やっほい、お願い、ママハッ。やっほい、やっほい、どれ、ぶねえな、いくぞ。やっほい、勝者ダーリーだが、そのまま寝てな。二本目勝負。やっほい、こう見えても強いんでね。ガキは笑ってろ。泣くのを必死でこらえようとしてるよりはマシだ。グリーンヘル。やっと見つけたぜ、仮面の大男。何が目的かは知らねえが、あたしらの船を壊したのが運の尽きだ。落とし前つけさせてもらうぜ。船、違う、俺そんなことしてない。お前信じてくれないのか。それなら戦うのみ。ダーリー・ダガー VS タムタム、いざ尋常に一本目勝負。行くぜ、止め、ぶねえな、こっちだ、
勝者ダーリーダガー。そのまま寝てな。二本目勝負。でえ上だ、吹っ飛べ。ほら決まりだ。本気で行くぜ。うら、勝者ダーリーダガー。よっしゃ飲むか。さーて落とし前よって、うわ、なんだ仮面が勝手に。おい、どこ行くんだよ。待ち上がれ。なればいい。静か千年桜。苦しい。価値のない滅びよ、何もかも。ずいぶん好き勝手言ってくれるじゃねえか。滅ぼすってんなら黙って見てるわけにはいかねえ。殺してでもあんたを止めてやる。ダーリーダガーバーサス静か御前、いざ尋常に一本目勝負。それ許せぬ。この世がそなたが憎い。
私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっ向こう側へ行けます。しずやしず、しずのおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。戦いを終えたダーリーが最初に目にしたのは、一面を覆うかのように咲き乱れる淡い色をした美しい花の海であった。暖かい春の風の中で彼女は晴れやかに笑う。船を壊した犯人こそ見つからなかったものの、より価値のある光景を目にすることができた。ダーリーは仲間たちが待つ故郷へと足を向ける。工房では妹分たちがダーリーの帰りを待っていた。もう一度作り上げられた船の傍らで彼女らを一人ずつ抱きしめた後、ダーリーはいつものように工具を担ぎ上げる。一度ノコギリの音が鳴ると、たちまち工房には日常が舞い戻った。今までの遅れを取り戻すべく彼女たちは昼夜奮闘するのであった。ダーリーが戻って数ヶ月、ついに進水式の日が訪れた。島中の住人が集まる中、彼女は仮面の大男の姿に気づく。刹那、彼女たちの胸にあの日の怒りが湧き上がった。屈強な乙女たちの手によって男はたちまち捕らえられる。後にこの出来事を語った者曰く、ダーリーのけじめは三日三晩続き、男の悲鳴はいつまでも島中に響いていたという。
海賊？よく間違われるんだよな。私は何でも作れる船大工さ。どうだ、かっこいいだろう。